神話銀行、株式会社神話銀行、神話銀行、A 商、ザ・神話バンク、LTD は、長崎県佐世保市に本店を置く、地方銀行、長崎県の指定金融機関、18銀行と共同、である。1897年、明治30年2月15日、第99国立銀行として創業し、佐世保銀行への解消を経て、 佐世保商業銀行との合併時、新和銀行と称号変更をした。2001年、平成13年に、同じく佐世保市を本拠地としていた第二地方銀行の九州銀行と株式意見により経営統合し、金融持ち株、会社九州新和ホールディングスの参加となった。旧九,九州銀行との重複店舗の整理を行い、 小規模支店を、神話プラスの愛称で出張所への移行を進め、業務の効率化を図っていた。2006年、平成18年10月から、福岡銀行が、九州神話ホールディングスに出資し、業務提携や人的交流を進めていたが、2007年、平成19年5月、自力再建を断念した。同年10月1日、九州神話ホールディングスが、 全株式を売却する形で、福岡フィナンシャルグループ FFG 参加の完全子会社となった。2017年4月、FFG が18銀行、本店、長崎市を経営統合し、完全子会社とした上で、翌18年4月をめどに新和銀と18銀が合併すると発表した。ーーは、かつてサセボチンジュ長官を務め、 佐世保商業銀行と佐世保銀行が合併した当時、海軍大臣であった、与内光正、この翌年の1940年、昭和15年に内閣総理大臣となるの命名である。本人記号の神話の額は、佐世保市の本店内に掲示されている。佐世保市の本店は3期に分けられて建設されている。とりわけ第3期にあたるコンピューターは、海召館と名付けられた。 石積みの塔を思わせる奇抜なデザインである。これら、本店、東京支店、2004年、平成16年解体現存せず、大鳩支店、長崎市は、白井誠一により設計された、モダニズム前世の時代に、あえて哲学的と称される、独自の建築を生み出した、区下である。なお、本店、懐、商館は月に2回ほど、 事前予約の定員制で見学が可能であるほか、大波都市店も見学可能である。ただし、建物内は撮影禁止。佐世保市が本拠地の動向であるが、県内経済の中心地で動向経営戦略上の最重点地域である長崎市県及び九州最大の経済規模である福岡都市県を重要な市場と捉え、従来から長崎支店に長崎地区本部、 福岡支店に福岡地区本部という本部組織の出先機関を置いていたが2007年平成19年7月1日付で両地区本部を廃止した。代わって長崎支店を長崎営業部、福岡支店を福岡営業部として改組し、体内的にも体外的にも両営業部が長崎、福岡地域の経営母店であることを明確にしている。しかし、 FFG に入ってからは、グループ内の役割分担見直しで、長崎県の地域金融機関として営業することとなったため、特に福岡銀行の地盤である福岡県内において大規模な店舗等配合を実施し、最終的には、大法人営業に必要な一部の拠点店舗を残すのみとなった。通帳、カードなどに以下のキャラクターを使用している。2007年。 平成19年10月の福岡フィナンシャルグループ参加の完全子会社化に伴い、CM は福岡銀行と同一仕様、銀行名のみを変更となった。合併により、本店所在地の佐世保市出身の大リーガージ島、ケンジが同行の CM キャラクターとなった。2012年、平成24年2月からは福岡ソフトバンクホークスの内川誠一が起用された。 2016年からは、親会社の福岡フィナンシャルグループのイメージキャラクターとして、福岡出身の俳優、瀬戸康氏を起用している。2013年、平成25年からは、グループ内共通のブランドキャラクターとして、ユーモが起用されており、投稿では、緑のユーモとなる。また、2014年、平成26年7月1日からは、 個人向け総合口座の通帳及びキャッシュカード、直ストライプ仕様、生体認証 IC 仕様のデザインにも採用されている、すでに総合口座を持っているでも希望により、ユーモデザインへ切り替えることも可能。2010年、平成22年1月4日の新システム稼働に伴い、旧九州銀のキャッシュカードは同日以降使用できなくなるため、当該顧客には2009年、 平成21年6月より、新和銀行のキャッシュカード型に発行される。また、通帳については、普通預金、貯蓄預金、及び、総合口座通帳で、定期預金欄を利用せず、普通預金部分のみ利用しているものを含むの通帳は、そのまま利用可能だが、それ以外の通帳は全て強制切り替えとなる、熊本ファミリー銀行のシステム切り替え度起動用、希望者には、 事前の繰り越し予約預かりの対応をとる。ただし、合併前の神話銀行の通帳のうち、1993年、平成5年10月以前に発行された通帳、口座番号欄が手書きで表示されているものについては、戦術の普通預金通帳等であっても一切の強制替えの対象となる。ATM サービスの取り扱いも大幅に見直される。 投稿 ATM による投稿口材の入金取扱い時間が短縮。特に平日の入金取扱い終了時刻が21時19時。され、振り替えの取扱いも平日のみに縮小された。同時に平日に限って効果による入出金、投稿の効果対応 ATM に限るにも対応することになった。これに伴って毎日取扱いしていた現金による振り込みは、 平日のみに縮小。さらに、通帳や時期ストライプキャッシュカードで ATM による1日、1口座あたりの利用限度額が引き出し、振込、振替え等合計で50万円間に引き下げられた。逆に、クレジット、生体認証 IC キャッシュ一体型のあれこれカードや、生体認証 IC キャッシュカードにおいての利用限度額は、IC 対応 ATM で合計200万円までに、 投稿の生体認証対応 ATM では無制限になった。インターネットバンキングサービスについても変更され、個人向けである、新和アクセスを、新和銀行ダイレクトバンキングに、法人向けである、新和ビズダイレクトを、ビジネスバウングウェブに、それぞれ解消されるとともに、ログイン等に必要なご利用カードの変更や操作、方法等が大幅に見直された。また、 システム変更に伴い、個人向けの神話銀行ダイレクトバンキングでは投資信託、外貨定期預金の購入や住宅ローンの一部返済、金利変更等、対象外の場合ありが自宅で可能となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。